どうも、Dチャンネルです。実はですね、私デベソ、無類のポトフ好きなんですけども、今映ってるのはですね、基本的にポトフに入っている材料ですね、じゃがいも、玉ねぎ、人参、あとウインナーですね、ベーコンの場合もありますけども、それでですね、家でもたまに作ったりするんですけども、ポトフって基本的に時間が結構かかるんですよね。こういったジャガイモとか火との時間かかりますし、ただ今回ですね、こういった風に作れば簡単にあっという間にできるんじゃないかっていう方法を考えつきましたんで、そうですね、煮込み時間5分から10分ほどで、ポトフっぽい味のスープを作りたいと思います。それでその方法というのがですね、こちらを使います。スライサー、これを使えばですね、例えばこういった玉ねぎをこうやってこうこすっていくだけでですね、こんな感じでですね、非常に薄っぺらい状態にスライスすることができます。それでこんな感じでスライスした玉ねぎを、鍋の端の方に寄せまして、そこにウインナーと同様にスライスした人参、同じくスライスして、水にさらしてアクを抜いておいたジャガイモ、あとポトフには欠かせないキャベツはですね、こちらのすで、に千切りカットされているカットキャベツを使います。洗わずにそのまま食べれます。キャベツは結構かさが減りますからね、たっぷりめに加えて大丈夫だと思います。そしてここに水を加えまして、固形のコンソメを一つ加えて、そして蓋をして火にかけて中火で5分ほど煮込んでみます。さあ、宣言通り中火で5分経過いたしました。果たして具材の方は煮えてるのかどうか、開けます。ドーン、おお、くったりとしてるな。見てください、このキャベツの染み込み具合、これはもう煮えたと言ってもいいでしょう。じゃがいもの方も分かりますかね、透き通っておりますし、これをもう器に盛り付ければもう完成ですよ。というわけでできました。こちらがたった5分煮込んだだけでできるポトフになります。まあ、ウインナー以外は全てスライスされてるわけですけども、この色合い、スープの色合いとか具材の色合い的にはポトフに限りなく近いですよね。モザイクかけたらもうほとんどポトフだって言っても分かんないんじゃないですかね。それでは早速まずスープの方からいただいてみます。いただきます。うん、もうポトフですね。味はもう基本的にポトフって塊の野菜を柔らかくなるまで煮込んだ料理なんですけども、スライスした野菜をですね、こうやってこう束になった状態で食べると、うん、もう正直言ってですね、塊の状態で食べてるのとそんな変わりないんですよね。そんで5分っていう短めの時間で煮込むことによって、これ以上煮込んだらですね、こういったジャガイモがですね、どんどん煮崩れてってスープの中に溶け込んじゃうんですよね。そんでまあ、ウインナーはもうすでに加工されてるんで、もうあっという間に火が通るっていうのが便利ですよね。まあ、もちろんベーコンでもいいと思いますし。そんでこれはまあ変則的ではありますが、ポトフのいいところって、もうこっからいろんなアレンジが効くんですよね。今回コンソメだけの非常に優しい味わいなんで、もうここにカレールーを加えてカレーにするのもいいし、トマトソースを加えてトマト煮込みにするのもいいですし、以前の放送でやったパングラタン、あれもですね、この優しい味わいを吸ったパンがですね、非常にうまいんですよ。チーズとの相性もいいですし、非常に簡単にできますんで、こういう形式のポトフ、ぜひとも皆さん一度試してみてください。非常に美味しいです。